静岡県草薙総合運動場公式野球場。静岡県草薙総合運動場公式野球場は、静岡県静岡市駿河区の静岡県草薙総合運動場内に所在する野球場。一般には、静岡草薙球場、あるいは単に草薙球場などといった通称で呼ばれており、メインスタンド正面のパネルにも、静岡草薙球場の表記が用いられている。 また合わせて、沢村ベイブルースメモリアルスタジアム、沢村ベイブルースメモリアルスタジアムの愛称が付与されている。施設は、静岡県が所有し、東京ドーム、東急、製鉄共同事業体が、指定管理者として、運営管理を行っている。1930年7月15日、静岡電気鉄道、現静岡鉄道が、古庄地区にあった。 野球場を移設して開設1939年に静岡電鉄から静岡県に寄付された。戦後になり周辺は静岡県の手で運動公園として整備が進められた。老朽化のため1971年9月から2年間をかけて全面改築され、1973年7月に現在の内野スタンドが完成。 1999年のシーズンオフに耐震補強工事を行い、内野スタンドには X の字に組まれた鉄骨量が据え付けられている。さらに老朽化やフィールドの強小化などに伴って2000年代半ばから大規模改修事業に着手し、内野スタンドの改修、増築と外野スタンド及びスコアボードの全面改築、グラウンドの拡張などが行われ、 2013年6月に、竣工した。会場以来、高校野球、社会人野球など、アマチュア野球公式戦が行われているほか、プロ野球の春季オープン戦と公式戦が、年間数試合開催されている。現在の草なぎ球場のメインスタンドは前日の通り1973年の、竣工で、2006年当時で、 すでに築33年を超えて老朽化が著しくなっていた。それに加えフィールドは両翼91メートル、中堅115メートルと境内でプロアマチュアとも企画を満たさず、同年当時のプロ野球公式戦開催球場の中では最も中堅が狭いなど競技場の問題点も多いことから、静岡県内の政財界関係者と競技、関係者により構成される。 静岡県野球協議会は、同年春から夏にかけて、草薙球場の改築もしくは、新しい県立球場の建設を求める署名活動を行い、同年7月までに約15万人の署名を集め、静岡県に提出した。この署名活動では施設改善とともに、室内練習場の整備など、練習施設の増設、静岡県内の野球史に関する展示施設の設置、 なども合わせて要望た。また一部では、新施設をドーム球場として建設するよう求める動きも見られた。一方、総合運動場内の当時の運動施設率は、都市公園法で定められた、施設面積50%以下の規定ギリギリの49.77%となっていた。加えて、球場ともに老朽化が進んでいた静岡県、草薙総合運動場体育館。 1966年春工の建て替え問題も絡み、建設用地の確保が大きな課題となっていた。こうしたことを受け、静岡県は2007年6月19日、総合運動場南西側に隣接していた、静岡学園中学校、高等学校の高地、約2.4ヘクタールを取得して運動場の延地を拡張する計画案を発表。 同行に対し申し入れを行った。当時、静岡県は、静岡市内に所在する、静岡県立静岡工業高等学校と、静岡県立清水工業高等学校の、工業高校2校を2008年春に統合する予定で、並行後の静岡高校の高地、約3.1ヘクタールへ、静岡学園を移転させた上で、園地拡張を図る案を示した。これにこうして、 静岡学園は移転先の最寄り駅となる製鉄静岡清水線音羽町駅周辺の道路整備などを条件、高知の譲渡を決定。2008年3月24日に基本協定を締結、その後手続き等を経て2009年4月に正式に高知の移転が決まった。なお、両校の統合後は静岡県立科学技術高等学校となり、 静岡市青井区長沼へ移転した。静岡県は静岡学園との話し合いが合意できる見通しとなったことなどを踏まえ、2008年2月に総合運動場の再整備基本構想を発表した。構想では静岡学園の跡地を緑地公園に整備して、園地を拡張し、施設の新設、拡張のための規定をクリアさせた上で、草薙球場の改修などに順次着手。 老朽化した草薙体育館は耐震補強などを行った上で存続し、将来的には静岡市内もしくは静岡県中部の他地区への移転を検討することが方針づけられたが、このうち体育館に関しては2010年1月になって静岡学園跡地で建て替える方針に転換され、同年6月11日に最終方針として正式決定した。 草薙球場の大規模改修事業は2009年度から検討、設計が進められ、実際の改修は2010年度から参加年計画で2013年夏の春行を目標に実施されることになった。静岡県都市局公園緑地下の関係者は、改修事業着手の際、全面観光の時期が、同年夏の高校野球圏大会に間に合うかどうかは、密定としながらも、 高校野球に限らず、利用者に最もメリットがある回収スケジュールを設定したいとしていた。まず第一期工事は2010年春に着工し、2011年3月に完工した。なお2010年のプロ野球は3月13日のオープン戦、楽天対ヤクルトと3月18日の読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズの2試合が開催された。また、草薙球場は、 全国高等学校野球選手権静岡大会のメイン開催球場となっているが、同年はこの改修工事のため使用せず、メイン球場は浜松球場に振り替えられた。第1期ではまず事業費、約10億円を投じ、内野スタンドの耐震補強を行うとともに、ユニバーサルデザインを重視した設備を導入した。ダッグアウトやロッカールーム、トイレなど、 スタンド下の書室を改修したほか、スタンド三塁側にはバリアフリー化を図るためエレベーターを新設して、スタンド上段に車椅子席を設けるなど、設備の充実を図り、観光後の2011年春から7月中まで暫定供用を行った。この間に、前述の都市公園法の規定をクリアするため、静岡学園給施設の解体、撤去を行い、 運動場の園地へ編入する措置が取られた。なお暫定供用の間、プロ野球は3月のオープン戦は開催見送りとなったが、公式戦は当初予定の横浜対楽天1試合、ヤクルト対巨人1試合に加え、後日する4月のヤクルト対巨人3連戦が追加されて5試合、アマチュアにおいても7月中旬の全国高等学校野球選手権。 静岡大会などの主要大会はそれぞれ開催された。第2期工事の設計は2011年3月中に実施し、下季の高校野球静岡大会終了後の8月に着工。この間2012年1月から3月中旬にかけて再び仮供用を行った後、改修工事の間は、グラウンドの供用を完全に中止した内野スタンド下の書室、屋内ブルペンは、 工事期間中も引き続き強用。なお、同年の高校野球静岡大会のメイン、開催球場は、沼津市の静岡県営高球場に振り返られた。この第二期工事では、旧来のガイアスタンド、バックスクリーンスコアボードなどの構造物を撤去して、両翼100メートル、中堅122メートルにフィールドを拡張したのを、はじめ、大型映像装置を備えた。 全面 LED 方式スコアボード、三菱電機製、オーロラビジョンを設置したほか、改築されたガイアスタンドは、全席ベンチ席、座席数7000席とし、静岡県産の木材を原料とした、圧縮木材を、座席の素材に採用した。また一三類側から両翼、ポール際にかけてのファウルエリア沿いには床面を、グラウンドレベルまで掘り下げた、ウィングシート座席数計線席。 建設時の仮称は、砂かぶり席を新設し、内外野の総座席数を約2万2千席とした。正面ロビーには新たに、栄光の静岡野球コーナーが開設され、静岡県内のアマチュア野球の歴史や、県内で開催されたプロ野球、県出身プロ選手などに関する資料が展示されている。ほか、三塁側の展示コーナーでは1971年の、 旧スタンド撤去に際して残されたホームベース跡も配管でき、いずれも無料で見学できる。これら第2期工事の事業費には約34億円を要した。そして、公式野球場の改修は2013年6月上旬に全工程を終え巡行し、6月15日付で観光紙引き渡しが行われ、6月22日の一般公開イベントから本格的に供用を、 再開した。この改修観光に合わせ、2年ぶりとなるプロ野球公式戦として、6月29日、6月30日のヤクルト対巨人に連戦と、8月22日の DNA 対阪神1試合の計3試合の開催日程が編成された。ただし、後者の DNA 阪神は、雨天中止。6月29日の試合前には、リニューアル記念式典が取り行われ、 後日の沢村英二とベイブルースの銅像の間に新設された富士山を肩切った木製モニュメントの除幕式が行われた。モニュメントには改修を機に採用した愛称沢村ベイブルースメモリアルスタジアムの表記がある。また現在の草薙体育館が全面改築するのに合わせ、旧体育館の跡地そばには50メートル四方の屋内運動場が新たに整備された。 同年10月に全面竣工し、11月上旬から、教用開始、11月16日から、一般利用を開始した。屋内練習場の整備事業には、約4億円を要した。これに合わせ11月10日には12球団、合同トライアウトが開催された、運営は中日が担当。約1万人の監修を集め、午前中の一部メニューは、 公式野球場で実施されたものの、折からの雨天のため各メニューは、屋内運動場へ移動して実施され、非公開となった。また、工術する、プロ球団のキャンプ地誘致やプロ球団の誘致、創設などの構想に関しては、改築竣工後の収容人数が2万2千人と、少なく、物販スペースや機品席など、付帯設備の追加設置も必要となことなどから、県側は、 これ以上予算は組めないと思う。仮に、プロ野球の拠点を誘致するのであれば、球団が費用を負担しないと難しいとの見方を示している。プロ野球では、2014年まで横浜 DNA ベイスターズが、前身の太陽ホエールズ以来、主催公式戦とオープン戦を、年間1試合、内心2試合開催していた。なお太陽を呼び、 横浜大洋時代には1963年から1971年にかけてと1974年から1986年にかけ春季キャンプを実施したこともある。1970年代半ばには当時宮城球場を暫定的に本拠地としていたロッテオリオンズが主催公式戦を通算16試合開催しており、 特に1974年には最多の14試合を開催した。この他にも中日ドラゴンズ、読売ジャイアンツ、巨人、ヤクルトスワローズ、日本ハムファイターズ、西武ライオンズも主催公式戦を開催したことがある。また2006年からは東北楽天ゴールデンイーグルスが主催春季オープン戦を毎年1試合開催している。 加えて1988年から2006年までの間、毎年11月に開催されていたパリーグオールスター東西校においては、主たる開催球場として知られていた。2011年のプロ野球公式戦は、当初日程では5月25日の横浜ベイスターズ対東北楽天ゴールデンイーグルスと、7月5日の東京をヤクルトスワローズ対巨人の計2試合が、 予定されていたところを、同年3月11日に発生した東北地方、太平洋沖地震で各地の発電所が被災したことによる電力需要の逼迫と、それに伴って、東北電力及び東京電力の管内で計画停電が実施される点などを考慮して、同年4月中は、両社管内において、プロ野球の夜間開催が取りやめられることになり、加えて、ヤクルトが、 本拠地とする明治神宮野球場は、日中は、東京六大学野球などのアマチュア公式戦の開催が優先されために、プロ野球のデイゲーム開催が困難なことから、ヤクルトは、同球場で4月26日から4月28日に予定していた、対巨人三連戦の開催地を、急きょ草薙球場に振り替えたことで、計5試合が開催されることになった。なお、 4月26日には、浜松球場でも、中日ドラゴンズ対横浜戦が開催され、1975年8月24日の、太陽対、中日、草薙日本ハム対、近鉄バファローズ、浜松以来、36年ぶりに、静岡県内で1日に2球場で、プロ野球公式戦が開催された。過去には、静岡県を本拠とする、 NPB や独立リーグのプロ球団設立構想が幾度か浮上している。過去の構想に関する詳細は、プロ野球再編問題、関西独立リーグ、ジャパンフューチャーベースボールリーグを参照。前景以降のプロ球団招致等に関する動きとしては2010年秋、当時の横浜ベイスターズのオーナー企業である東京放送ホールディングスが保有する、 球団株式を住宅設備大手の10、生活グループとの間で売却交渉を進める過程においては、住生活グループ側が将来的に本拠地を草薙球場へ移転する構想を示したとされているが、結局売却交渉は破断に終わっている。なお前日の2011年に開催された横浜対楽天線はすでにこの売却交渉の開始前から決定していたもので、 交渉との直接の関連は一切ない。その後2012年には静岡市と浜松市が共同で草薙球場を本拠地とするプロ野球球団の創設を目標に活動を開始している。なお2013年シーズンは日本女子プロ野球機構ではトーナメント戦、ティアラカップ、リーグ戦、ビクトリアシリーズのいずれも静岡県内では開催されなかったが、プロと アマチュアによるトーナメント戦、第3回女子野球ジャパンカップが11月2日から3日間、開催された。2014年は4月15日に、東京ヤクルト対巨人、7月4日に、横浜 DNA 対阪神タイガースが組まれた。2015年は6月26日27日に、東京ヤクルト対巨人に連戦が組まれたが、26日は、雨天により中止となった。 27日の試合では、ホームチームである、東京ヤクルトが3塁ガ側ダックアウトを使用した。2016年は、4月1日に、北海道日本ハムファイターズ対福岡ソフトバンクホークスが開催された、北海道日本ハムは1塁ガ側ダックアウトを使用。当初は、東京ドームで開催予定だったものが後に変更された。パリーグの公式戦が。 草薙球場で開催されるのは1994年の西部対日本ハム以来22年ぶり、北海道日本ハムの主催試合は1991年以来25年ぶり、北海道移転後発である。8月23日には東京ヤクルト対中日が開催された、東京ヤクルトが三類、側ダックアウトを使用した。2017年には、当地で、 フレッシュオールスターゲームが開催された。2020年は東京オリンピック開催に伴い、北海道日本ハムの本拠地である札幌ドームがサッカー会場として使用されるため、6月27日と28日の大楽天戦が東急上にて開催される予定。静岡県と指定管理者は現在、浜松球場などとは異なり、各々のスポーツ施設内について、 広告設置に関する規定を設けていない。このためあたり球場にはフェンス広告等は常設されていないが、プロ野球公式戦、オープン戦、イベント開催時には外野フェンスに横断幕の広告を掲出することがある。静岡県草薙偽総合運動場も合わせて参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。